指を振る、それは作中に収録されている技の中から一つをランダムで発動することができる、いわば完全運ゲーな技である。今回はそんな指を振るだけを使って対戦をしてみたらなんか面白いんじゃないかっていう、とても斬新なネタ、と思いきやイニシエよりこすり倒されたネタをやっていきます。まあみんな一回はやるよこれ。さあかかってこい誰でも。さあ今年の有り余った運をここで使い果たそうじゃないか。誰でもかかってこい。ということで今回は視聴者の方と合言葉経由で対戦していきます。よろしくお願いいたします。何のポケモン使ってもいいのか。一応ルールはこんな感じで設けて対戦したよ。対戦がぐだらないようにだけ配慮した感じだね。あとは己の実力のみで勝負だ。実力要素どこ。では1戦目、お相手さんのポケモンはマリルリ。マリルリ。対してこちらは新ポケモン鉄のカイナ。レイド用で育てた鉄のカイナを魔改造しました。全部忘れろ。ロケット弾かな。また何が出るかな。あ、はい、素早さはお相手の方が上か。青ネズミ。さて何が出る。何これ。え、何これちょっと何これ。これあれか、あのおっさんたちの技だよね。アルセウスで新しく習得したトルネロスの専用技だね。ちなみに SV ではまだ使えないし本来見ることができない技です。ってことはトルネロスはいずれ SV に登場するのか。おそらくね。そろそろでかいの当てようぜ。痛いの行こう。おー結構痛いんじゃないこれ。おえいいよいいよ。はいナイス。いやでもこれまだ耐えるかな。落ちないかなこれ。ギリ耐えそう。マイルめっちゃ声が。あーいや大丈夫大丈夫。効きません。まだかなこれ。あ勝ったー。いいぞカイナちゃん。はいバカ運良かったなこれ。毒殺。負ける気がしないぜ。この調子で次の対戦いきましょう。埋まってる。この埋まるのいつ治んのこれ。さあまずはこっちの方が早い。もう一発で終わらせようぜ。痛み分け。おい俺損したやろ今。減ったぞ俺の体力。おい痛み分けろよ。水の近い。おさっきも出たねこれ。まあでも機械いない。そろそろ痛みを教えてやろう。歌う。うわっくそ惜しい。それ当たってればもう勝負ついたまであったのに。まあまあ仕方ない。ここで相手も技外してくれればいいだけの話。やばちょっと待って。いいの直撃したな。しかーし、お勝ったな。弱点保険発動。抜群の技を受けると攻撃特攻が2段階上がります。残念だったな。その弱点を突くという行為がいかに愚か。要はそこはもっとインファイトとかさ。まあまだね、一発ぐらい耐えうるぐらいの防御力誇ってるんで、こんなんじゃ死にませんよ。急所に当たらん限り。もうあとワンパンだぞ。爪もない手で引っかいてあのダメージだろ。じゃあ殴ったらどんだけのダメージが出ると。おーし、素早さ上げていく。もっとインファイトとかさ。これで先制を取れるところをさらに先制を取るようになったからね。高速移動されたところで結局俺が上を取れてるだろう。ちょ待って、また毒殺されるこれ。嫌だよ俺そんな未来。嫌だよ。よし、さあいい勝負。残り一発ずつじゃないですか。なんて一発ずつじゃないですか。えっ、あ、まあ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 、特殊も出るからね。さあ意味があるかわからんが、特攻が合計4段階上昇。追いかか、やーべえ上げた素早さが何の意味もなくなっとる。上取られちゃった。今4段階上がってるよね多分ね。特攻4段階アップ、素早さ1段階、攻撃2段階。もうこれもう化け物です。こんだけ積んだポケモンが負ける余地がもはや見当たらん。積みアタッカーが完成しています。ちょっとやばいかー、それはやばいかー。せっかく上げた能力全部パクられたな。しかも追い風してるな向こうな。けどここで攻撃が出ればこれで、でも4段階上がってまー。運は強い。運は負ける気がしないぜ。めっちゃ真剣にやったランクマッチ今8000。勝てる気がしないぜ。うわ出たな。過去のポケモンが未来のポケモンに勝てると思うなよ。叫ぶしっぽ。お色違いじゃん。いいな、かわいい。俺まだ色違い1匹も持ってないんだよね。なんだこのちょっと神妙な面持ちの BGM は。ボスにあふれる BGM。 締め付ける。うわこの定数ダメージ強いって。安定したダメージ源になれるのずるいな。毒とかさ、状態異常とか何でもそうだけど、指を振る以上。でもね、うちはワンパンでかいんで飲み込みます、食べます。無理です。毒毒出そっか鉄の回な。じゃこれ素早さった回のいいな。弱点ついてこい。あー尻尾振れないで、かわいいね。頭のそれ尻尾なんだ。こっちも尻尾振ろうか。お腹叩こうか。それか毒毒かお腹叩くかしよう。はい、高速で移動していきます。これで素早さ関係逆転して、俺が上取れるようになったと。2段階上がるってことはつまり S が2倍になるんで、それはつまり相手の方が早いと。まだ痩せろ回な。あやばい。お、これも水泡の技だ。うわ、でも弱点保険が素早さはさらに上がってくけど、でもこっちはさらに能力が上がったので、俺はもう勝ちです。ここで気合のパンチとかなんかそういう系のなんかを引くことにより、彼をワンパンで持っていくことが
いいねいいよ半分削ってく。うわずるお前おい5つ目だと。5つ目はずるいって死ぬって定数ダメージ地獄ずるいってば。え何したらいいですかこれ。指振るしかできねえよ。締め付けられて5つ目持ってるぞこいつ。触れたら負けだろ。でも攻撃しないと締め付けるでやられちゃうよ。地震とか打てばワンチャンか。いやまだ攻撃できないよこの子はきっと。よしよしよし。でここで地震を引いて、え、これ締め付けるで死ぬかな。これで倒しきれんと。頼む死ぬな死ぬな。耐えろ耐えろ。この締め付けるを耐えれば生きっか。ありがとうございました。じゃあもう一回ゴッドバード見たいな。そのゴッドバードで、うわすごいいい景色。お、もう勝ちや。こんな BGM もう勝てと言ってるよ。ポケモンがヒーローに見えてきた。鉄の武人。え、じゃあ鉄のカイネが。さあヒーロー武人が先生。怠ける。初手怠けるか。やる気ないっすね。うちのこの子やる気満々だからね。暗いやる気に満ち溢れた攻撃を。いいダメージ。くー満々ではない。しかし通パンする力を持ち合わせている。え、あ、ありがとうございました。怠けてばお前やる気ねえなーって言われてちょっと怒ったんかな。怒り爆発しちゃったね。ホイールスピン。まあ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 大したダメージにはなりませんと。なんなら素早さが下がっていく。何の意味があったんや今のえ、え、え、楽しかったねお茶会ね。めっちゃ回るやんお前。めっちゃ回るやん。せつよむちゃん。熱湯あったんだ今作。危ねえ、やけどしなかったよかった。熱湯確か覚えるポケモン今いないよね。今作は今いないね。強すぎたからかみんな没収されたな。やべえあと2回だぞ。いつの間にか PP 切れそう。この2回で何を引ける。 HP 的に多分デカルちゃんの方が HP 少ないから多分同じぐらいなんだよね。お互い50ちょいぐらいしかない気するから攻撃技一発すれば落とすそうだけど。何それ、なんかさっきも見たぞそれ。エスパータイプになるやつや。これ誰の技。ブリムオンの技だね。ちなみに草タイプや持ち物や特性次第では無効になります。あーうお耐えた。さあ弱点保険が発動して、あ、さあラストシャウト行こうか。でも早いのはこっちなんだよな。お互いこれ PP あと1個ずつでしょ。これ先にどっちが攻撃技引けるかの勝負だよ。ただし俺の方が素早さは上。頼む！いけー完全勝利。ボロボロですけど投げつける。おいやめろ、弱点保険を投げるな。うわっいいぞいいぞいいぞ、ありがとうございました。よーよし地のろし、いいんじゃない。ただ素早さはこっちが取ってるのでそろそろとどめさせてあげようぜ。あれじゃん、翡翠の技だ。翡翠の大剣気の技だ。もう死が確定したろこれで。お疲れ様でした。はい止められたら終わるか。あまりにも負けなさすぎてやめ時を見失いました。来年の運も使ってるだろこれ。マジで負けなくない。なんか負ける雰囲気ないけど。これまたボス味のあふれる BGM。クリボッチ、もう怨念になっとる。クリボッチの魂が、みんなのクリボッチの怨念がもう実体化してしもてる。ちなみにこの対戦してる日クリスマスでした。親怨念にもなるよ。やばいてあ、でも特殊だからね。特攻の低いクリボッチじゃその技は弱い。サクッと終わらせようぜ。お、出た。しっかり抜群をついていく。これ確かあれでしょ、
あのトルネロスのやつだよねこれ多分だけど、さらに素早さも下げていく。あいやおお、そんなに効かない。とどめ針、この技で相手を倒したら攻撃が3段階上がる虫タイプの技だね。おほい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 本当に運良すぎない。よくこんな攻撃技つくな。一撃必殺合計4回打たれたけど全部避けて、ま来年の運も使おうとしてる。あま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 あ、まだマイルチャンス、マイルチャンスですからこれ。しっかり能力も上げておいて、あとは一発殴るだけ。じゃ待って、マジで一撃必殺やめて。ここまで当たってないのほぼ奇跡だからな。アイスハンマーいい技持ってますね。うえ危ねえ。さっき特性の魔剣気で攻撃が2段階上がってるから強い。やばい、いい勝負してる。いや終わらせよ、潮吹いてくー。いやさすがにダメージ少ないよな。そうだよね、もうちょっと先にそれ打ててたらな。潮吹き虹かかるんだ今作今作の潮吹き虹がかかるそうです。さあ勝利への虹がかかったところでとどめを刺してあげましょう。タイロ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 やられたら怒ったかいな、許さないかいな、てくーのかーいなー鉄のかいな。無敗伝説が無敗ではなかったろじゃあもっかいもっかいやるぞカスオ、もっかい来いよ、もっかいやるぞカスオ、おいカスオ、無敗なカスオ。オチもついたということでということで、みんなも残りわずかなクリスマス楽しんでね。良いお年を。お疲れさんでした、またねー。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。ちゃんと主人公も手を振ってる。バイバーイ、かわいいニコニコ。